はい、どうも皆さんこんにちは。カメラマンの唇大魔神です。毎度毎度波にやられまくっているこまりさん、はい、恋でも恋でも、はい、ぶっ刺さり、はい、よいしょ。カメラマンの私に、おこれいけるぞと言われても、はい、ぶっ刺さっていく。そろそろやってくれてもいいんじゃないかと、そんな期待されてる声がしないでもないこまりさんでございます。さあ、今日はどんなドラマが待っているんでしょうか。皆さんの期待に応えていくんでしょうか。いつもより多めに頑張っちゃうんでしょうか。ですが控えめに言って、今回めちゃめちゃ頑張っています。ジョイサークチャンネルエピソード13、始まり始まり。今ビビったな。いいよ、
ない？いいよ、いけそうやん。オーケです。穴開いてます。あそこから空島に行けるんでしょうか。やってゴーゴー、そうだ、頑張れ、レッツゴー、Here we go。 来てる来てる、横に走ってる、おい、グッド、はい、ナイス、いいね。はい、エンディングです。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今回の感想をお願いします。はい、今回は前回クロケンさんたちに教えてもらった、うん、横を見ながらのテイクオフ、あ、そうだね、走りたい方向を見ながらのテイクオフ、ね、ちょっと意識して頑張ってみました。でもかなりね今までで一番ね立ててたよね、波も良かったし、ね、マリちゃんサイズちっちゃいね、あまり人もいなかったし、確かに人もいなかったし、そうそう、練習料理だったね。はい、じゃあ次からのさ動画で、うん、教えてもらったその目線が大事ってことなんだけど、うん、目線を意識したテイクオフの練習と、はい、あと手でさ、うん、押し込むやつね、あ、ギュッと、レールを入れる側に体重をていうか、ギュッてやる、それをさ一個ずつでいいから、うん、まあ、一気にそんなやる必要ないと思うし、うん、一個ずつ丁寧に一個ずつ丁寧に練習していきましょう、はい、その動画もね、はい、アップできたらいいなと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じでおりましょうか。はい、このチャンネルが面白いなと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、バイバイ。よし。はい。